はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日はクイックにレタッチアプリの紹介をしたいと思います。以前にもレタッチアプリいろいろ紹介してるんですけど、今日はすごい簡単で誰でもできるようなイージーレタッチアプリの紹介です。名前がタッチレタッチっていうアプリなんですけど、240円で買えるものです。で、レタッチにすごいフォーカスしてるアプリなんで、他に細かい複雑な機能とかはついてないんですけど、逆にそれがね、すごい使いやすいので、今日はこれでシミを消したりとか、あとはいらないものを消したりとかね、そういうのをやっていきたいと思います。ぜひ使ってみてください。で、アプリを立ち上げるとこういう画面になってます。で、左側のアルバムっていうところを選択して始めていくんですけど、自分の写真アプリの中身が見えるので、この中から好きな写真を選んでいきます。で、今回はこの女の子のちょっとそばかすがね、見えてるような写真を使っていきます。で、基本的に使うのは下の4つのパネルですね。左からオブジェクト削除、クイックリペア、ライン除去、コピースタンプです。で、こういうそばかすとかシミとかを消したいときはクイックリペアっていうのを使います。このクイックリペアを選択して、ブラシでですね、このそばかすのところをくるくるってなぞってあげるだけですごい綺麗に消すことができます。で、こういうのって Mac PC とかマウスとかでやると結構ね、めんどくさかったりとか指が疲れてきちゃったりするんですけど、 iPad だとこの Apple Pencil で書くように消せるので、それがね、すごく楽しいんですよ。なので私はいつも iPad でこのレタッチするのをおすすめしてるんですけど、まあやってるとハマりますね。めちゃくちゃ楽しいので、ぜひなんか画像とかダウンロードしてやってみてください。はい、で、かなりスッキリしましたね。やりすぎはちょっと注意ですけど、まあ今回私はデモ用にやってるので結構ゴリッと変えちゃいましたけど、これからくらい変えることができます。で、右上にビフォーアフターのボタンがあるので、これでビフォーとアフターを見ることができます。結構ね、変わりますよね。あと、すごい綺麗にね、撮れてると思いませんか。はい、じゃあ次、ライン除去っていうボタンの説明です。これはですね、なんか電線だったりとか、いらない髪の毛とか線っぽいものがあった時にね、それを消したいっていう時に使うものです。で、今回はこの窓枠ですね、十字架になってるやつを消したいので、ライン除去を選択して、ブラシの太さとかも選択できるので、ここで一番太いブラシを選択してなぞるだけです。もう上からシューってなぞってあげるだけで、手を離すと周りの環境を読み取ってですね、こんな感じですごい綺麗に消してくれます。で、同様に横の線も消していきます。はい、消えましたね。で、これがライン除去ですね。で、本当に直線だったり、そういう線を消すだけのための機能なので、まあ、すごい分かりやすいですね。覚えやすいです。まあ、直線を消したいときはライン除去を使ってください。はい、で、次、コピースタンプツールです。例えばこういうみかんの写真でもう一つみかんを同じものを複製したいっていう時に使う機能なんですけど、コピースタンプツールでターゲットエリアをまず指定して、で、その状態で Apple Pencil で違うところをですね、こういう風にくるくるなぞります。で、そうするとそのターゲットに指定しているところと同じもの、コピーされたものがこういう感じで出てくると、浮き出てくるというような感じですね。これもね、結構うまく使うと面白い表現がいろいろできたりします。で、このコピースタンプツールなんですけど、下のところにミラーリングっていうボタンがあって、このミラーリングのボタンを押すとですね、水平とか垂直っていう項目があります。それはこのコピーした後の、描画を反転させるかっていう項目なんですけど、例えばこれ垂直をクリックした状態で、Apple Pencil でなぞると、ターゲットに指定したみかんがこう左右反転した状態で、描画されるという感じです。こんな感じ。こうするとですね、コピーしたっていう風に一見わからないっていうようなこともできるので、まあ、これもうまく使うといいんじゃないかなって思います。で、最後、オブジェクト除去です。で、これはですね、さっきのリペアっていうやつと似てるんですけど、リペアは細かいエリアのやつを消したいときで、オブジェクト除去はでっかいエリアのものを消したいときに使うものだと思ってください。じゃあ、例えばこのチーズのね、穴をちょっと消していきたいと思います。こんな感じで結構デカめの穴ですけど、くるくるしてたら5を押しますね。5を押したら消えます。どう？めちゃくちゃ綺麗に消えてると思いません？で、もちろんこういうちっちゃいところとかも消せるし、
あとこの下に投げ縄っていう項目があるんですけど、これ選択すると、こうやって囲うんですよ。囲って5を押すと一気に消えるって感じ。なのでブラシはなぞる。で、投げ縄は囲むと覚えてください。で、これでね、私この穴を全部消してキューブ型のチーズにしたいんですよ。ちょっとできるか試してみますね。下のとこ成功ですね。で、左側のちょっと欠けてるところとかもちゃんと修復してこう直線になってくれるんですよね。これめちゃくちゃすごいと思って、なんかやってた時感動したんですけど、この上のところの欠片もいけますね。で、こことか結構難しいんじゃないですかね。この角いけるかな。はい、あ、どうですか。アップしてみると、あ、ちょっとでもなんかちょっといびつかもしれないですね。でもこれは結構なぞり方にもよったりするので、うまくなぞると綺麗にキューブ型に角もねなってくれると思いますよ。で、これがビフォーでアフター。すごくないですか。穴全部なくなりました。はい、こんな感じで結構クオリティの高いレタッチができるっていうのがこのタッチレタッチっていうアプリになります。はい、じゃあ最後これも消しちゃいましょう。はい、消えましたね。うまく消えました。もう本当に何もなかったかのようになくなりましたけど、こういう大きいものをなくしたいときはオブジェクト除去っていうやつを選んでください。ということでね、これがタッチレタッチっていうアプリでした。すごい簡単でしょ。もう誰でもできるので、ぜひね、ダウンロードしてもらって、240円ですごい安いのでやってみてください。で、他にもですね、一応レタッチアプリっていろいろあるんですね。で、私がこの YouTube 動画で今までいろいろ紹介したものがあるんですけど、それいくつか紹介します。まず、Photoshop Mix っていう Adobe から出てる無料のアプリがあります。これも本当にレタッチにフォーカスしたアプリなんですけど、以前やった動画ではこの女の子の、写真をですね、もう劇的に整形並みに変えるっていうのをやりました。目をめちゃくちゃ大きくしたりとか、あとは頬をですね、こけさせたりとか、あと髪の毛の色をね、簡単に変えたりっていうのができるんですけど、そういう顔のレタッチとかをゴリゴリやりたい人は、この Photoshop Fix ですね、を選んでください。Photoshop Mix と Photoshop Fix があるので、Photoshop Fix を選んでください。はい、で、次なんですけど、Lightroom ですね。Lightroom もレタッチの機能があります。で、Lightroom は基本的にはこのロー現像をしたりとか、本当に本格的な写真編集をしたい人におすすめのアプリなんですけど、その中にレタッチ機能っていうのがあって、結構高精度でものを消してくれたりするので、それに関してはこの動画を見てもらえるとやり方を説明しています。で、あとはですね、ピクセルメーターフォトっていうアプリがあります。ピクセルメーターっていうアプリとピクセルメーターフォトっていうのがあるんですけど、フォトの方を選んでください。で、これの中に結構高精度のレタッチ機能がついてるんですけど、これも Lightroom と同じような感じで、ロー現像とか本格的な写真編集をするアプリになります。で、価格は今610円で出てますね。で、これは結構ね、安いと思います。1回の買い切りでこれだけの精度の写真編集アプリはなかなかないので、結構おすすめです。Adobe でサブスクやってない人は、この、ピクセルメーターフォトをおすすめします。で、次が Photoshop for iPad です。これは去年の末にですね、Adobe から新しく出た iPad 版の Photoshop なんですけど、これにもレタッチ機能がついてます。で、結構しっかりめの解説動画出してるので、ぜひこれは見ていただきたいですね。どうやってレタッチアプリを使いこなして合成画像を作るかみたいなのを紹介してるので、この動画を見て Photoshop for iPad を学んでみてください。Photoshop for iPad に関しては月額で1000円ですね。で、Adobe のクリエイティブクラウドのプランに入ってる人はそのまま iPad の方でも Photoshop 使えるんですけど、それに入ってない人は月額1000円で使えるので、よかったら検討してみてください。で、最後がですね、この画像加工のアプリ4つを比較した動画になるんですけど、Procreate と、Photoshop Fix、あと Affinity Photo、あとはピクセルメーターですね。この4つの比較動画になるんですけど、何を比較してるかっていうと、歪み機能について比較しています。で、レタッチの表現手法の一つに歪みって呼ばれるものがあるんですけど、例えばこういうアップルペンシルでギュッてお尻をやるとお尻がバッて大きくなったりとか、あとはカウントをキュッてやったら細くなったりとか、こう、筆圧で歪ませる、画像を歪ませるっていうのが歪み機能と言います。
で、この4つのアプリにはその歪み機能がついてて、それの比較動画になるので、それも結構面白いのでぜひ見てもらえると嬉しいです。はい、ということで、いろいろ過去の動画も紹介しましたけど、全部概要欄とあとコメント欄の方に、関連の動画リンク置いておくので、そっちに飛んでもらっていろいろ勉強してほしいなって思います。で、今日のタッチレタッチってアプリはですね、この今まで紹介した中でも一番簡単なレタッチアプリだと思ってください。なので初心者の方はここから入るのが一番いいかなと思います。はい、ということで今日はこんな感じで終わりにしたいんですけど、今週の末ですね、 iPad Mate っていうオンラインコミュニティの方で、オンラインセミナーをやります。Lightroom の初心者向けセミナーっていうのをライブ配信型でやろうと思ってるので、 iPad Mate の方はぜひ遊びに来てもらえると嬉しいです。はい、ということで今日は以上です。よかったらいいねボタンしてもらえると私のモチベーションも上がりますので、ぜひお願いします。ではでは、次回の動画もお楽しみに。バイバイ。